痛ましい事故が起きた横浜市鶴見区にある JR の踏切。今日、現場で取材をしていた一都取材班はヒヤリとする場面に遭遇しました。警報音が鳴り響く中、遮断機が降りた踏切内を歩く年配の女性。駆け足で線路内から出ようとしますが、遮断機が上がらず線路内から出られません。近くにいた人がすぐに手を貸し、女性は無事出ることができました。渡れって言われたんですけど、警報器が鳴ってるでしょ。渡っていいのか悪いのかちょっと戸惑っちゃってね、ちょっとね恐怖を感じましたけど。そうですよね。前はねそんなことなかったの。やっぱり年のせいかしら。この踏切では死亡事故が相次いでいて、つい5日前の日曜日にはベトナム国籍の飲食店店員ブオン・バン・ロンさん26歳が電車にはねられ死亡しました。線路を渡りきるまでの距離はおよそ45メートルもあります。こちらが実際に事故が起きた現場の踏切です。実際歩いてみるとこのようにかなり長い印象を受けます。そしてそのため線路の真ん中には渡りきれない方のためにこのように待機できるスペースが設けられています。警察によりますと、付近の防犯カメラにはブオンさんがスマートフォンを操作しながら踏切に入り、待機場所ではない線路内にとどまる様子が映っていたということです。こうした状況から警察は、立っていたところが待機場所だと勘違いして線路内にとどまってしまった可能性があるとみています。この踏切では2013年以降同様の死亡事故が4件も発生しています。相次ぐ事故を受け、横浜市は2014年踏切を廃止し、新たに跨線橋を設ける方針を示しました。しかし地元住民から車やバイクでの通行ができなくなると反対の声が上がり、廃止に向けた議論は進んできませんでした。なくなると不便ですね。やっぱり迂回しないといけないんで。相次ぐ事故を受け、横浜市の山中市長は、人命という尊さを踏まえ、踏切の危険性につきまして引き続き地域に丁寧な説明を行い、踏切の廃止に向けて取り組んでまいります。住民に理解を求める方針を改めて示しました。